はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元、公立高校理科教諭のチョボ先生です。雑談ホームルームということで、私の感じたこと、思ったこと、経験したこと、体験したことを、ただ雑談のように話す企画となっております。今日のトークテーマはこちらです。不造米餅が日本一美味しい餅菓子やなっていうね、お話をしたいと思うんですけども、<laughs> えー、まあ、銘菓。 ね、餅菓子のお話なんですけども、まあ日本ですね、えー、まあ米文化ですので、何々餅ってついたね、まあお菓子が有名ですよね。例えばね、三重県で言うとね、赤福餅とかですね、えー、仙台のずんだ餅とかですね、まあ何々餅っていうのもね、今いろいろお菓子がある中でですね、まあ餅菓子多いですよね。その中でもう出会っちゃいましたね。日本一美味しい餅菓子にこう出会っ なんですよね。まあ、それが何かと言いますとですね、九蔵米餅っていうね、えー、まあ、お菓子なんですけども、まあ、これですね、くぞ米え餅との出会いはですね、まあ、去年なんですけども、去年の夏に、えー、長野県茅野市の、まあ、ええ、縦品、縦品湖の湖畔にですね、縦品ベースというですね、宿泊施設があるんですけど、まあ、そこで泊まったときに、えー、まあ、あの、 なんかね、その部屋の中にね、お,お菓子置いてません地元のお菓子ね。で、大抵ね、なんかね、大して美味しくないお菓子が置いてあるじゃないですか。ね。まあ、ちょっと失礼かもしれないけど。で、そこにね、くぞ米餅がね、置いてあったんですよ。で、まあ、まあ、お茶とね、 まあお菓子が、なんかなんとなくこうセットになっている、まあ旅館であったりホテルとか結構多いですよね。で、そこで、まあお茶でも飲みながら、まあその餅食べようかなと思って食べたらですね、あれこれめっちゃうまないと思ったんですよ。え、めっちゃうまいやん。え、なになにでは、ね、はじめね、読みにくいんですよね。不造べ餅って読めへんのですよ。もうこれ大抵の人より多分ね、読めへんのかなと思うんですけど、九数字のね、関数字の9に、 えー、造の造に、えー、兵士の兵に、えー、米は、あの、え、え、行人弁のね、えー、衛星の A ですね。で、字って書いて、これ、ね、九蔵米字ってね、初見で読める人なかなかね、いないと思うんですよね。もうキングヌーをね、初見でキングヌーって読めるのも難しいと一緒で、九蔵米字ってその漢字見てね、だから九蔵米字って読みにくいんだけど、おで、そこ行ってやって、めっちゃうまいな、これと思って。 で、まあ、手のひらサイズより手の、手のひら、手の、手のひらぐらいの大きさの四角いお餅なんですね。うん、で、えーまあ、非常にね、まあ、凝っておりまして、まあ、包み紙包んで、包み紙包んであって、それと,と,とですね、まあ、四角いね、枠になってい厚紙があって、形が崩れるようになってるんですよ。で、それで、えー、いろいろな味が4種類ありまして、 えー、まあ、くるみ、桜、よもぎ、栗ということで、まあ、季節によってね、の桜がしそであったりとか、ああ、か変わっていくわけなんですけども、まあ、4種類。種類でこの四季をね、まあ、表現しているみたいなんですけど、で、それを食べてね、私食べたらくるみやったから、うまぁと思って、え、これみたいな。で、まあ、そこのね、宿泊施設に置いてあるということは、この近くに、まあ、本店というかね、まあ、売ってる店舗があるというね、 証拠ですよね。まあ、地元のお菓子を使ってるわけですから。うん、で、このね、くぞう餅ですね。歴史が古くてでですね、えー、店舗くぞうべち、くぼ、くぞう餅本舗荒らぎさん。荒らぎっていう,う、まあ、会社がね、まあ、作ってるわけなんですけども、もうね、店舗のく蔵米餅本舗荒らぎですから、店舗ですね。これ、ね、何かっていうと、これあのー、おー 天保10年からね、まあ、作ってるわけなんですよ。天保10年ってね、西暦で言うとね、1839年なんですよ。もう今からもうね、200年近く前からね、この九蔵米餅っていうのがあったんですね。で、天保10年にですね、縦品温泉を開いた、矢崎貴宗司さんがですね、当時客に振る舞ったお餅にちなんでるそうなんですね。まあ歴史があるんですよ。で、諏訪藩主の御家老がですね、縦品温泉の素晴らしい薬効を 薬、薬創媒と表して、え木創寺さんに、くぞうべという名前を送ったんですね。でそっからですね、この木創寺さん、縦品温泉を開いた木創寺さんが、それに喜んで、当事客に振る舞った、まあ、お餅がですね、くぞうべ餅という名前がついて、まあ、今日に至るというところなんですね。もう本当にね、まあ、歴史もあるしね、もう非常に、ね、食べやすいしね、もうほのかなあ甘みと、 このなんか手の込んだ、このなんか見た目というかね、もうなんかこうグラデーション、その、基本的にね、4セットなんですよ4。4つで1つ1セットなんだけど、くるみ、えー、桜、よもぎ、栗ということで、これは四季を表した色使いとね、まあ、非常にね、もう本当にね、うまい。これ何,何個でも食えるな、みたいな、う,いうぐらいね、 めちゃくちゃ美味しいんですよね。でね、このね、さっきも言ったように、その、くぞうべに名前になった由来ね、えー、この、縦品温泉の素晴らしい薬庫を、薬くぞうべいと表して、えー、木曽寺さんにくぞうべという名前を送ったのが始まりなんですけど、で薬くぞうべいって、何なんかなと思って、調べてみたんですよ。意味をね、まあ、ことわざですけども、おー薬くぞうべいっていうのは、まあ、暴利を貪る例え。 薬の売り値はですね、原価よりもはるかに高く、儲けが大きいこと。えー、薬は売り値が非常に高く、原価の9倍もするという意味から、薬くそ売っていう意味がついてるんですね。だから薬ってもともと安いのに原価は、それをね、9倍ぐらいの値段にして、その患者に振る舞ってるとかね、いう、まあ、薬高いな、みたいな。っていうね、割とね、なんていうのかな。なんか、悪口じゃないけど、軽くディスリーみたいな言葉じゃないですか。でね、このね、 諏訪藩主のご家老が、縦品温泉の素晴らしい薬効を薬草売と表してって、まあ、その、温泉の薬効が薬草売っていう表したっていうのがよくね、リンクしないんですよね。ちょ,ここちょっとここ僕は引っかかったんですけど、どういうことなのかなこれは。えー、薬効がないように見えて、めっちゃ薬効あるやん。すごいやん。っていうのか、薬効あんまないくせに、 入選料めっちゃ取るやん、みたいな。そういう意味なのかななんから、ね、そこはちょっと引っかかったんですけど。でもそれを喜んで、木曽児さんが喜んで薬草培からくぞうべえにな,あのなって、そのお餅に名前つけたってことなんだけど、喜ばしい言葉で表現したんすかね。なんか、んか薬草培にいい意味が全然出てこなかったんですけど、それはちょっと引っかかりましたが。うん、まあな、何にせよ。何にせよ、まあ、く、く、あの、くぞ米え餅はね、 めちゃくちゃ美味しいですから、皆さんね、ぜひね、もう行ってみてください。で、ええとこにあるんですよね。えー、縦品のご飯のですね、まあ道の駅ですかね。いろんなね商業施設がアウトドアショップがあったりとか、えー、まあお土産のセンターがあったりとかですね、えー、地ビールが楽しめるね、セブンピークスとかな、そこの、えー、そこにもありますし、まあに、ね、いろんね、一度にね、一、一度にね、 なんかこういろんなお土産だとかいろんなものを買えるところの道の駅の近く、本当に近くに、本当に一等地、縦品湖の一等地に、不造弁餅のね、その荒柳さんの、その本店というかね、えー、店舗がありますのでね、もうで、今度縦品湖に行ってみた場合は、ぜひね、立ち寄ってほしいなと思います。本当に。非常に落ち着いた感じでね、もう風車みたいな、水車か、水車がね、あの、店舗の中にあったりとかね、もう本当に歴史ある感じだなっていうことと、おー、で、まあ、 オンラインでもね、オンラインショップでも買えますので、えー、まぁぜひね、皆さんもちょっとチェックしてみてください。もうすぐね、買えばね、届きますし、えー、っとですね、14個入りで1700円ぐらいでしたかね。14個入りですね、14個入りで1730円。うん、えー。ですので、まぁいろんな味がね、楽しめますので、えー、まぁ四季を模したね、色使い、鮮やかな、えー、増便餅。うん。 で、えっ、ー、と、今はね、桜の味なんですけど、シソ、夏の季節、今の時期はですね、その桜がね、シソになりますので、なのでもう季節によってちょっと味の違いも楽しめると、まあ、いうことです。ぜひね、皆さん、ね、チェックしてみてください。もう日本一ね、美味しい餅菓子は、今のところ、くぞベえ餅ですね。もうこれに限る、なんか、くぞベえ餅ってなんか言いたくなるもん。なんか、常に。なんかちょっと、 かっこよくないですかくぞべえ餅っていうね。日本風の名前ですよね。ぜ <laughs> ひね、皆さんもね、ちょっとチェックしてみてくださいということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様さ,さよなら。バイバイ。